皆さんこんにちは、今日もねこちらのチャンネル見に来ていただいて本当にありがとうございます。今日はですね以前の家をリフォームした動画でございます。なかなかね1年ほど売りに出してたんですけれども売れなかったので、まあ思い切ってリフォームして賃貸としてやっていこうと思いまして今回リフォームいたしました。と言いましても賃貸用のリフォームですのでね、ユニットバスを入れ替えるとかシステムキッチンを新しいものにするとかっていうような大掛かりなリフォームではございませんけれども、大きなね古い門を壊したり、そして昔からあった仏壇をね撤去したりなどの動画もあります。もともとね広いね家でしたので、結構壁紙をね全部変えるだけでも結構70万だったかな、結構かかったりして、まあ、そこそこお金がかかったので、まあ、早くね募集をかけて新しい家族がね入ってくれるのを願っております。ということで、もし参考になりましたら是非グッドボタンとまたチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは行ってみます。はい、これがリフォーム前の、自宅なんですけれども、壁紙はグリーン、まあ、グリーンなんですね。ちょっと薄いグリーンっていうか、まあ、もう汚いっていうか、まあ、ペットのマーキングと、まあ、あと猫のね爪研ぎ入れも、そういう意味で壁紙がすごい汚くなってたのと、まあ、左手に玄関入って左手に二間続きの座敷があるんですけれども、こちらのねもう障子の3っていうか、もうここもすごい猫にもうやられて、これもどうしようもないので、まあ、ここはねもう全部障子の枠ごとね作り替えるということで、まあ、リフォームしようというふうに思っております。あとは、まあ、この座敷に関しては障子、他の部分は障子と張り替えと畳替え、そしてまあ襖ですね。まあ襖もこのように猫にやられてますので、それの交換を予定しております。まあ二間続きですのでね、まあこのようなところはまあお稽古事なんかにも使えますし、二世帯住宅の寝室というふうな形でも使っていただけるかなというふうに思っております。玄関入りましてすぐ右手に和洋室というか、ちょっとこれがリビングですね。リビングの、8畳ぐらいになるのかな、そういうお部屋です。ちょっともう今お布団処分するお布団もありますけど、この押し入れの部分はですね、押し入れの枠を取って、私自身はここをパソコンルームというふうに使っておりました。まあ物をね入れて、ここにちょっとブラインドでね下ろせばいろいろ物を置けますので、こちらは、台所は、クッションフロアがもう36年前のままですので、あとこのかまちもねすごい汚いので、この部分も、新しくする予定でございます。もうここがねやっぱりペットにやられてしまいました。犬も飼ってたんですよね、親がね。それでこういうふうに汚くなっちゃったで、まあ、こちらはクッションフロアを変える予定で、キッチンのねセットはまだ、古いんですけれども十分綺麗なので、このままで、もうこのままの状態で、まあ、この IH クッキングヒーターの下がですね、これまたちょっとこれはペットのマーキングとかでちょっとあと 手の部分も取れてるので、この扉を交換する予定でございます。壁紙はですね、まあ20年ぐらい前に1回変えたんですけれども、やはりもうかなり汚いので、まあ、壁紙はもう全部ね交換する予定でございます。そしてこちらのドアですね、このドアもですね、この辺りがもうかなり剥がれてきて汚いので、もうこちらはちょっと張り替える、ドアの部分をきれいにするっていうのも難しいので、新しいドアに交換する予定でございます。
そしてですね、このまま、トイレ、こちらは次トイレなんですけれども、トイレはもう大体ね、あまりいじらないんですけれども、便器がね、そんなに新しい便器になっておりますので、便器は交換しないんですけれども、この床 の、 タイルがね、タイルの目地と、このなんていうかな、排水口の周りがすごい汚いので、こちらをクッションフロアに、変えたいと思っております。こちらもね、もう壁が、この脇がね、猫のあれ、爪痕でぐちゃぐちゃだったんで、一回貼ってもらったんですけれども、もう壁紙をね、全部廊下の部分も新しくする予定でございます。そして洗面所に関しては、もうこれなんていうかな、壁がプラスチックというか、そういう風な感じですので、あまりこちらいじらないんですけれども、こちらをシングルレバーの、水洗にする予定でございます。そして、お風呂場もちょっとね、あれなんですけど、ドアがね、ちょっとこれ壊れているので、ちょっとドアを交換と、あとこの、水洗ですね、この調節できるシャワーですね、これも一番安いのに交換になると思うんですけども、ちょっと水がポタポタ落ちるので、こちらも新しくしていきます。上のね、カビが、微層でどこまで綺麗になるのかという感じなんですけれども、もうこちらは、ハウスクリーニングの方で、やっていきたいと思います。お風呂の前にですね、大型の押し入れサイズの物入れがありますので、私もパジャマやバスタオル類などをこちらに収納しておりました。次にですね、2階の方に上がってまいります。2階入りまして、正面がこちらが主寝室というふうな、くくりのお部屋になっておりまして、こちらも全部壁紙を変えて、あと照明も交換する予定でございます。ウォーキングクローゼットは床がね、もうこう汚い絨毯のままですので、こちらを床を板張りにして、壁紙も、やはりちょっとね、かなりくすんで、いますので、壁紙を新しくする予定でございます。こちらは、2つに扉で、ね、仕切れるような和室になってますけれども、オープンに使うと、お子さんがいる時の方などにはとても便利かと思っております。こちらも、畳を変えて、あとは壁紙と、襖の交換の予定でございます。そしてこの前に2階のトイレがございまして、こちらは床のクッションフロアはこのままで、あと壁紙と、あと台の塗装をしたりして、あと便器がねちょっと壊れているので、新しい便器に交換する予定でございます。はい、最後にこちらのお部屋ですね。こちら私が寝室として使ってた部屋なんですけれども、床は微層で、もう壁紙がなんせ36年前の、壁紙なので、ここをね、きれいに新しい壁紙にしまして、この部屋はあと照明ですね。照明がちょっと壊れてるっていうか、目気をつかなかったりするので、新しい照明にしようかなと思っております。作り付けの、クローゼットに関しては、このまま中をね、ちょっと微装してきれいにしてもらえるだけで、使っていただけるかなと思っております。こんな感じで、全体的なリフォーム計画は主に、壁紙にを変えるというのと、小さな、ね、リフォームということになります。はい、こちらの動画はですね、仏壇を処理した時の、動画なんですね。数ヶ月前に、小さな仏壇を購入いたしまして、妹の家の方に持って行ってもらって、お寺さんに来てもらって、魂をですね、こちらの仏壇から抜いて妹の家の方に魂の方を移しました。ということで、その時にね、
こちらの仏壇の処理も守っていてもらうということでお願いいたしまして、大きな仏壇ということで、これで持っていてもらうのに5万円という金額だったんですけれども、ちゃんとね背広を着た方が5人も来てくださいまして、この大きな仏壇をねどうやって持っていくのかなと思いましたけれども、やはりね5人もいらっしゃるのでね、なんとかねスムーズに作業が進みました。もうね仏壇の中のね小物だけでもなかなかね見てなかったものがあったり、こんなものが出てきたのかっていうのがねびっくりするような、お金とかねいろんなものが出てきてね、もう本当に入れっぱなしっていうようなことが皆さんもあると思いますけど、時々ね仏壇周りもね片付けされるといいかと思います。ということで仏壇の処理なんですけれども、うちの場合はこちらの外の縁側の方からね出すことができまして、この日はねもう雨だったのにわざわざ背広着て来てねこちら仏壇屋さんの敬意を表してくださってるのかもすごいなというふうに思いましたね。もう本当にやっぱりね重いと思うんですけれども、本当にこの植木もねいっぱいあって、もう通るのもね雨の中本当にお疲れ様ということでございます。今ねこの時はねまだ門がありましたので、大きな門のね大きな方のドアを開けてなんとか処理することができました。100年前からあるこの門をね壊した動画をこれからちょっと見ていただけたらと思います。そしてやっとですねこの門の撤去が終わりまして、もうすっきりしました。意外とね撤去した後どうなるのかと思って、もう撤去したはいいけどここに何か門をね新しいのをつけないとダメかなと思ってなかなかねやれなかったんですけれども、結構何もなくても大丈夫だったかなということで、今ね壁紙を処理している動画が出ましたけれども、このようにコンクリを打ちまして、もう予算の関係上何も新しい門は作らないで、一番安いですねこの郵便ポストとなんていうのかなピンポンっていう押すベルですね、それと表札がつく簡単なものを設置しただけでもう安く上げました。はい、それではリフォーム後の室内でございます。もう壁紙はね前ちょっと暗かったので白い壁紙に、いたしました。こちらは新しい、畳で、こちらもね仏壇がなくて、強いて言えばちょっとした物入れに使っていただけるかなと思います。はい、もう綺麗にね新しい障子の3をそのまま3号と全部ね作り変えました。はい、そしてあとはもうこちらの部屋もちょっとねクリームがかった廊下と同じ、壁紙で作っております。こちらも、畳を新しくいたしました。壁紙は全部綺麗に貼り替えて、ちょっとここはね緑の花柄、薄い花柄の押し入れの中はしております。だいたいカーテンがグリーンなので、グリーン系で、壁紙は押さえております。こちらはクッションフラワーの上に、また新しいクッションフラワーを貼りまして、木目調のクッションフラワーにしております。こちらだけがまだちょっと汚いんですけれども DIY でやる予定でございます。台所もほとんど微装だけで、
終わらせて、まあ、壁紙だけですね。あと、まあ、この扉はきれいに、直しました。そして、蛇口ですね。蛇口は、やはりきれいにしておかないといけないのできれいにしました。右側は食器乾燥機なんですけれども壊れておりますので、まあ、物を、ね、入れるのにお鍋の蓋など入れるのに使っていただけたらいいと思います。このカウンターは可動式で、使っていただけます。ドアは、こちら新しいドアにいたしまして明るくなりました。それでは2階の方に、移ってまいります。はい、2階もね、もう壁紙と襖紙、あと畳を変えまして、あと、まあ、照明もね、新しい照明にいたしました。和室は、ちょっと和風の感じの壁紙なんですけれども、まあ本当にウォークインクローゼットはね、床を新しくしたっていうことと壁紙を新しくしたので、ここが一番新築みたいかなというふうに思っております。すごくね、広いウォークインクローゼットがついております。はい、ですね、2階のトイレは、まあ、床は変わらないんですけれども便器が新しくなりまして、まあ、ウォシュレットはついておりませんが新しい便器でございます。茶色に塗り替えたり、あと綺麗なね、ちょっとこう黒 の, トイレットペーパーホルダーをアマゾンから仕入れまして、取り付けました。はい、最後に、私の部屋でございます。私の部屋というか西側の部屋なんですけれども、ほとんど、まあ、クローゼットの中は前と同じ、クローゼットがついております。まあ、開けても同じなんですけれども、ちょっとお掃除して、こちらだけでね、かなりの収納力ございますので、まあ、わざわざタンスを買う必要はございません。もう壁紙がね、綺麗になっただけでもね、本当にもう明るく、なりました。はい、こんな感じの、2階でございます。はい、下までのこの壁紙がね、量が多いのでね、まあ、ちょっとお金がかかりましたけれども、交換できて本当に良かったなというふうに思っております。はい、トイレなんですけれども、床が、クッションフロアになってお掃除がすごくしやすくなりましたし、天井の照明も LED ですね、 LED に交換いたしました。お風呂場の方はね、もうあんまり変わってないんですけれども、まあ、蛇口がね、シングルレバーになりましたので、とても使いやすくなったと思います。お風呂のドアも、一応これ新しいお風呂のドアになりまして、ですね、この、シャワーの水洗も新品になりましたので、あとはね、もう微装ですからそこまで綺麗になってないんですけれども、もともとは、パナソニックの、まあお風呂なので、そこそこ広々としているので、小さなお子様を連れて、3人で入ったりすることのできる、お風呂場であると思います。はい、それで今ね、もうちょっと倹約のために、この食品庫の中の壁紙を主人が白くペンキで塗っております。そこそこね、出来上がりも、まあ、白く綺麗になったので、まあ、良かったかなというふうに思っております。まあね、全部お安くあげるとしたら DIY でやるとね、本当に安いんですけれども、なかなかできなかったですね。はい、うちにはね、またこの収納の倉庫がございましてね、もうこの中もね、すっごい昔からの荷物でこのようにいっぱいでしたけれども、まあ、やっと処分しまして、最後に小さいね、仏壇が2つ出てきましたので処分いたしました。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。